堂本兄弟は、フジテレビ系列で放送されていた、音楽バラエティ番組、ラブラブ愛してるの後継番組として2001年4月8日より放送開始、毎週日曜日にレギュラー放送されていた。2004年10月17日より、新堂本兄弟としてリニューアル、2014年9月28日まで放送された、近畿キッズの冠番組である、ステレオ放送、 ハイビジョン制作及び字幕放送。2000年12月に結成され、2001年1月3日、放送の21世紀だよ。絢爛豪華新春ウルトララベラブ愛してる。の番組宣伝のために全国を縦断した、同元兄弟というキャラクターを母体にして、2001年4月8日から放送開始。 当初の放送時間は毎週日曜日22時22時30分で日曜22時台前半がフジテレビ単独制作となるのはクイズ。早く言ってよ以来であった。主に毎週ゲスト一組を招いてトークとセッションなどを展開する。番組開始当初はメンバーをそれぞれあだ名で呼び合い、名の知れたミュージシャンが夜な夜な集まる隠れたライブハウスという設定だった。 2004年10月17日番組名を振動本兄弟に改めリニューアル放送時間もゴールデンタイムプライムタイム隊から深夜隊へ移動して毎週日曜日23時15分23時45分に変更2004年から2006年までは春秋の改編期年末にはゴールデンタイムプライムタイムで特別番組が放送された 2011年5月8日、番組10周年を記念して、タイトルロゴスタジオセットをリニューアルした。これに伴い、高一と強しの座る位置が逆になった。2013年春以降は、ゲスト2組を招いて、当家やセッションを行う形に変更となった。レギュラー放送最高平均視聴率は2006年2月26日放送の16.8%。 2014年7月20日放送の612道元兄弟メモリアルセレクションでは番組初の試みとして近畿キ,キ,キッズ高見沢俊彦当時の CB 菊地新4名が副音声で解説を行った2014年9月28日放送のラストライブをもって約13年半のレギュラー放送は終了した後継番組はタモリの冠番組 ヨルタモリがスタートし、キンキキッズのレギュラー番組は、キンキキッズの文部ブ,ブーに引き継がれた。2015年以降は、年1回のペースで不定期特番として放送されている。2015年は、新春特番として放送され、2016年のみ、新春と年末に2回、その翌年からは年末のみの放送に落ち着いている。二人とも父親は同じが,がいボ兄弟。 東京のアニメ専門学校で出会い、ど元兄弟としてバンドデビューを目指す。二人の父の名前は、道元拓郎。母の名前はそれぞれ、道元美代子、よこ、愛子とされている。家族の名前は、父については、ラブラブ愛してるで共演していた、吉田拓郎。母については、浅田美代子と、森下愛子に由来する。番組開始当初は、それぞれ、新、 などの名前で呼び合うなど、同元と兄弟としての設定が重視されていたが、徐々に役柄を演ずるコンセプトはなくなる。公式ホームページからも、そのような表記が削除され、結局は、タイトルだけにその名が残った。番組内で演奏を担当する、バックバンド。別表記、どうとミュージックブロス、バンド。略称、DMBB。旧バンド名、どうと兄弟と、愉快な仲間たち。 一部のメンバーはトークにも参加する。初期は、前身の番組である、ラブラブ愛してるの、ラブラブオールスターズとは異なる解散した人気バンドのメンバーを起用していたが、2003年からラズにも参加した吉田健また、吉田と共に活動していた、村上、ポンタ周一、土屋公平などを起用している。また、実際に番組内でオンエアされることは、ほとんどないが、 三本目の収録の前に、どう剛とツヨシを中心とする、剛マンブラザーズバンドによって、不定期にセッションが行われることがある。メンバーは、どう剛とツヨシを先頭に、吉田県、土屋公平など自由な組み合わせとなる。打ち合わせらしきものは、ほとんどなく、その日の気分や簡単なお題のみでのセッションとなる、場合が多い。二千十三年三月収録分からは、シシドカフカ。 時江、ゆかり、宮本、エミリといった女性陣が参加する場合もあり、その際は、強しマンシスターズバンドと呼ばれていた。放送終了時のレギュラーサポートメンバーレギュラーでは、ないが、不定期で参加することがあるミュージシャン。また楽曲によっては、ストリングセクションや、ブラスセクションなどのゲストミュージシャンが参加する場合がある。過去のレギュラーこれらのほか、100回記念、200回記念。 300回記念の放送日にはそれぞれ生放送によるライブを行った。は、同元兄弟2015新春帰ってきました SP を担当。ありがとうございます。